ブーンは、ダイハツ工業が、日本国内向けに製造、販売する、ハッチバック型のコンパクトカーである。初代と2代目は、既存のミラ系、並びに、ムーブ系などの軽自動車用を含む、A セグメント車用のプラットフォームをベースに、トヨタ自動車と共同開発された車種で、企画及びマーケティングはトヨタ主導、設計及び開発、生産は、ダイハツ主導で行われていた。 初代はストーリアの後継者である。トヨタからはパッソとして発売される。これらストーリア、デュエットと異なりブーン、パッソは両者の共同開発のためバッジエンジニアリングによる姉妹車ではあるが OEM 関係にはなかった。したがって車両形式に共通性がなく製造事業者もブーンはダイハツ工業、パッソはトヨタ自動車であった。 三代目では、パッソは、製造事業者が、ダイハツ工業になり分の OEM 車種となった。エンジンは、新開発のダイハツ製 1KRFE 型3、気筒 DOHC12 バルブ1.0リットル 71PS 自然吸気エンジン、または、ダイハツ製、K3VE 型4気筒 DOHC16、バルブ1.3リットル 90PS 自然吸気エンジンになる。 日本国外向けには主に、ダイハツブランドで供給され、ダイハツシリオンとして販売されている。また、マレーシアでは、プロドゥアが、外観などを変えたモデルをプロドゥアマイビとして、生産、販売している。マイビはインドネシアにも輸出され、ダイハツシリオンとして販売されている。2007年秋から富士重工業へ、OEM 供給され、スバルジャスティとして、 ヨーロッパでも発売されている。なお、香港では、日本国外名シリオンで、カスタムを賛成レーシブ型4、気筒 DOHC16 バルブ 1500cc、自然吸気エンジンで販売している。特殊なモータースポーツベースグレード、X4 和計3ヘッド型4、気筒 DOHC16 バルブ1.3リットル140、PS ターボエンジンをベースとした。 キロジュールヘッド型4気筒 DOHC16、バルブ1.0リットル 133PS、ターボエンジンを搭載。この中途半端とも言える排気量は、モータースポーツ参戦を見越し、JAF 公認競技の1.6リットル未満のクラスに、収まるように調整されたものである。レギュレーション上、下級機付きエンジンは、排気量を1.7倍に換算するため、 このキロジュールヘッドは 1591cc に相当する。トランスミッションは X4 が5速 MT のみで、それ以外はすべて4速 AT のみである。なお、パッソには X4 に相当するモータースポーツベースのグレードは設定されないが、グレード、レーシーをカスタマイズした TRD スポーツ M がある。 全日本ラリーに参戦する X4 初代モデルは 1300cc モデルのみ FIA 公認車両となっており X4 は WRC のラリージャパンなどの国際イベントには参戦できなかった。また車両形式 M301S で公認取得しているためパッソでの参戦も不可となっている。初のフルモデルチェンジ今回も トヨタ自動車と共同で開発し、元の美しさを極めたシンプルなデザインと使い勝手を追求しつつ、価格を抑えた車に仕上がった。月間販売目標は800台と発表されている。安定感のあるアンダーボディに卵をイメージしたアッパーボディを傾斜して乗せたスタイリングとし、シンプルで上質感のあるデザインとなった。サイズは全長がわずかに拡大されたが、 狭い道路でのすれ違いを気にするユーザーに考慮し、全幅は仙台と同じ寸法に据え置き、ボディカラーには新たに3色を追加した。内装も水平基調で、スッキリとしたインパネと、丸や四角をモチーフとした操作部品を採用。また、CL リミテッドと CX にはフロントベンチシートを採用。直線基調に丸みを持たせた端部を組み合わせたことで、 リビングソファのような座り心地を実現した。なお、二代目ブーンでは、初代ブーンで設定された、カスタム系よび、X4 系や二代目パッソで新たに追加された、鼻に相当するグレードは設定されていないため、内装は、ベージュ系のみとなる。また、ボディカラーもパッソのような、明かりマイカや、きなこメタリック、雪などといった遊び心ある名称から、 初代を踏襲した表現に変更されている。カラーコード自体は同じで、パッソ標準仕様と、同一ラインナップとなる。エンジンは1.0リットルは従来通り1 KRFE 型を搭載するが、1.3リットルは、デュアル DVVT や外 VGR を搭載し、軽快な動力性能と優れた、燃費性能を両立した 1NRFE 型に置き換えられた。 トランスミッションは、全グレードが、CVT に変更された。1.0リットル車は、大発系自動車用を改良した、独自のインプットリダクション式三軸、ギアトレーン構造を採用した、新開発の CVT を、1.3リットル車は、パワーロスが少ない1.3リットル用の CVT が、それぞれ搭載され、燃費を向上。特に1.0リットルに WD 車は、 平成22年度燃費基準プラス25%と平成27年度燃費基準を同時に達成。1.3リットル車も平成22年度燃費基準プラス15%を達成。また、同年末までの初代と合算しての新車登録台数は累計52,151台となった。3代目では全長や全幅は2代目から据え置かれたものの、 ホイールベースを 50mm 拡大するとともに、リアシートを後方を配置するなどによって、前後上員間距離を拡大。また、トレッドが拡大され、前輪の切れ角を最適化したことで、最小回転半径は 4.6m とした。ボディ構造も刷新し、サイドアウターパネルを全面厚いた配転化し、構造断点を低減して、 骨格全体で力を受け止める構造とすることで、衝突安全性を保ちながらも軽量化された、軽量光合成ボディ、D モノコックを採用。サスペンションについても、合成工場とチューニングの最適化を施した、D サスペンションを新たに採用した。外観は風ドを高くして、水平基調の造形とし、低重心に構えた8の字型の大型シルエットのデザインとなり、 内装は水平基調のロングトレーにサイドレジスターリングを両サイドに配置。シートカラーは明るめのグレートーンに変更した。また、初代以来の上級モデルとして追加されたサルクは専用デザインが与えられており、外観はピラーをブラックアウト化、バンパーガーニッシュとリフレクターにシルバー化色を施し、ヘッドランプの形状を変えるとともに、 クリアランスランプを備えたバイアングル LED ヘッドランプを採用。内装は黒基調にグレージュとマゼンタをアクセントカラーとして配しシートカラーは黒とマゼンタの配色とし、さらにタコメーターを標準装備とした。ちなみにリアのナンバープレートの位置が初代2台目のバンパー上からバックドア上へ移設された。エンジンは初代 二代目同様に1.0リットルの1、KRFE 型が採用されているが、吸気ポートを、デュアルポート化、インジェクターを、デュアル化、圧縮比を11.5から12.5に高圧縮化、EGR バルブの応答性向上により、高タンブル化や吸気効率、燃焼効率の向上を行った改良型となった。また、二代目では 2WD 車のみの搭載だった。 エコアイドルを 4WD 車にも標準装備したことで JC08 モード燃費が 2WD 車は 28.0kmL、4WD 車は 24.4kmL にそれぞれ向上し 4WD 車は平成32年度燃費基準を達成した安全装備も強化され軽自動車の一部車種に採用されているスマートアシスト2を小型車で 初採用したほか、ヒルホールドシステム、エマージェンシーストップシグナルも装備し、シートベルトリマインダーは、全席分装備している。2018年10月のマイナーチェンジで、小型車では、初導入となる、スマートアシスト3へ改良された。ありがとうございます。